んですよ。どうも、ティアです。今日はすっごく大事な話があります。絶対に聞き逃せない大切なお話です。それは私たちの敵であるダーカーについてのお話。ダーカーってのは危ない怖い強いヤバいっていろいろ言われてるけど、いまいちピンとこないでしょ。だから今一度、いや改めて、えい、どっちでもいいや、ダーカーの恐ろしさをご鞭撻ということで、ティア先生、あとはよろしく。え、いきなりこっち？もう、ダーカーについてだよね。ダーカーの一番恐ろしいのは強さとかそういうのじゃなくて、侵食してくる性質にある。簡単に言ってしまえば病気。ダーカーの因子に侵されると徐々におかしくなって、最後にはダーカーそのものになっちゃう。これ冗談抜きだからね。ダーカーの侵食を受けると凶暴性、特にアークスに対する敵外心がすごく高まるわ。そして一度ダーカーに侵食されると治す術はほとんどない。それどころか侵食を広めてしまう。だからその兆候があった場合はなるべく早いうちに倒さないといけないの。想像以上にシビアだね。ああでもでも心配しないで、ホトンの力がビシッと体を守ってるアークスは侵食されないよ。今のところされたって情報はないよ。多分おそらくダーカーとの戦いとは、言ってしまえば無尽蔵に広がる不治の病と戦っているようなもの。その例えに習うのなら、アークスはさしずめ医者かな。うわ、ティアの話聞いてたらなんだか調子悪くなってきたかも。私も侵食されちゃってる？絶対に違う。バカは侵食されないって昔からよく言うでしょ。なんだそっかって、あれ？あれれ？もしかして今バカにしなかった？